吉田さん、こんにちは。まあどう思われてもね、自分が思うような人生を歩めるなら、私は本当にそれが自由だし、そうあるべきだと思うんですよ。少なくともね、私もそうだし、吉田さんもそうだし、人が何かをやって、その結果がどう出ようとも、まあ成功を喜ぶ気持ちはあるけども、なんかね、しょうもないことやんなとかね、思わないですね。そこまで興味ないですね。成功事例とか失敗事例っていう風なビジネスチェーンで見たらいろいろと興味が尽きないんですけども、正直自分の感情的には、誰かがうまくいこうがね、誰かが大こけしようが、いちいちねその人を特定したりとか、なんかコメント出したりとかする気はあんまりしないですね。なぜならやっぱり自分の人生生きてるからじゃないでしょうか。で、吉田さん BMW ね、よかったですね。何ですかね、私もね今車4台とバイク1台な、軽自動じゃないわ、 50cc ですけども5台やって、しかもほとんど乗る日ないんですよね。でもなんかね、この自分の乗る馬をこういつも選べるっていうのは楽しいなと思います、素直に。で、それこそね、コストパフォーマンス悪いですよ。そんなに複数の車持ってても同時に乗れるわけがないし、結局私のトランザマなんていうのはほとんど乗らないですからね、置いてるだけですから。でも無類の豊かさを私の心に与えてくれて、それを客観的に見てる人なんてのはもう金かかるだけじゃん、なんですよ。整備もめんどくさいし、故障はするし、何なんだよって話ですよね。でも私は一分の隙もなく、いや豊かなんですよね、心が。だから全然気にならないですし、たまにね、写真撮らせてくださいとか乗せてくださいみたいな人がいて、どうぞどうぞみたいな感じでね、本当に快適さはひとしおかなと思います。でね、こっからちょっと話を、コストパフォーマンスっていう話題に切り替えていくんですけども、賃貸か持ち家かっていうねテーマがあります。これもうね、一生答えが出ないような問題だと思いますけども、結論やっぱりね、賃貸だろうが持ち家だろうが、そこに住む人がなんかハッピーならいいだろうって話なんですよ。だいたいね、コスパとか効率でしか物事を見れないっていうところがもうすでにちょっとね寂しいかなと。人間での感情があるんで、ものすごく損したり、ものすごく傷ついても、そこで充実した輝きがあると思うんですよ。なら深手を負っても名誉の負傷ですしね。仮に全く傷がなくって、安全な人生を、無難な人生で過ごせても、振り返った時にね、何の思い出もないと。自分は何をやってきたんだろうか、ただ時間をなんとなく過ごしてきたなっていうところに寂しさを感じるなら、ちょっとまずいかなと思うんですよね。もちろんそれが OK っていうことでしたら全然 OK なんですけども、だからね、私もね、毎日のように借金額が膨らんでいく時って分かるわけなんですよ。自分がクレジットで、はい、3万引き出しました、5万引き出しました、しかもそれはもう完全にリボルビングなわけですよね、支払いが。だから天井張り付き状態ですよ。今月の返済が8000円あったら、また8000円引き出すわけですから、ずっと天井張り付き状態、全てのカードが。でもその状態でも不安を感じるよりも、喜びとか楽しさとか充実があったんですよね、そこに。完全にダメになる見本だったと思いますけども。で、あと、そうですね、結婚に関してもですね、奥さんとか子供とか家とか世間体とか、いろいろとねコストがかかるんですよ。でもね、そのコストを捻出できないような、そもそも男になるなみたいな気持ちが私にはありますね。どんなね負担も、どんな金銭的な吐き出しもね、ものともしないような人生をかっこよく歩んでいきたいなと思いますしね。まあ吉田さんもそうですしね、車2台持ったくらいでへでもないですよ、本当に。3台持ってもへでもない、そういう風な人生を送れればいいなと思いますよね。もちろんね、他の人がねそれに喜びを感じなかったりするとは思いますけどね。まあそんなところじゃないですか、効率で物を語るなと。